せバレたの。ありがとうじゃねえだよ。喧嘩もせずにたくさん遊ぼう。一発ギャグ。みんな。イエーイ。元気いっぱいだな。この世の中には言いたくても言えないことがいっぱいある。なーにー。全国のウイルスに次ぐ今日に限ってこたつを休ませないでー。イエーイ。今日はこうやってみんな言いたいことがたくさんあると思う。だからみんなこの屋上から思いっきり叫ぶんだ。イエーイ。出てるよ。今日は女子メンバーに伝えたいことがあります。なーに。私は美容師になることが夢で、もし私が美容師になったら48の女子メンバーで来てください。よかったね。来たよ。今日は伝えたいことがあります。なーに。お母さんに伝えたいことがあります。なーに。いろいろなことをしてもらってありがとうございます。野球でもホームラン打つので、これからもよろしくお願いします。楽しみにしてます。イエーイ。よう頑張った。頑張った。よう頑張ったな。ホームラン絶対打ちや。今日はアミカちゃんに伝えたいことがあります。なーに。なんでそんなに可愛いんですか。生まれ変わったら私のお姉ちゃんになってください。待ってて。お姉ちゃんになってやって。あ、来た。アミカからも伝えたいことがある。なーに。アミカは妹も弟もいないから、リンちゃんを連れて帰りたい。イエーイ。よかった。ミカより背低くて。5年のゆうです。若葉くんに伝えたいことがあります。なーに。メンバー思いで優しくてかっこいい若葉くんが大好きです。ゆうって呼んでください。待っとけよ。おお。これからも言いたいことがある。なーに。ゆいちゃんありがとう。イエーイ。6年清藤沙耶香です。今日は学校のみんなに伝えたいことがあります。残りの時間わずかだから喧嘩もせずにたくさん遊ぼう。もちろん。いいよ。できや。え、やっば。よかった。もう感動する。いいね。頑張れ。いいよ。6年の宮本亜美です。今日は将来の自分に伝えたいことがあります。私の将来の夢は薬剤師になることです。将来の自分、勉強頑張ってください。私の夢絶対叶えてください。イエーイ。よう頑張った。すごいすごい。薬剤師だもん。かっこいいやん。頑張った。頑張ってね。俺も応援してるよ。応援してるからね。4年の小春です。 MS ちゃん
私は絵がうまく描けません。 M ちゃんは絵が上手ですごいなって思います。うまく描けるコツを教えてください。ちょっと待っときな。自分も将来エンちゃんみたいに大人っぽくなるにはどうしたらいいですか？まあここにいるんですけど、まあカノンちゃんありがとう。私もカノンちゃんに言いたいことがあります。なーに？大人っぽくなるには自然と年齢重ねたら大人になれます。シンプルに。あとそうやってみんなのことを本当に心の底から大事に思ってたら余裕ができて本当に大人っぽくなれるから、もっとみんなを愛してあげて。それだけ。今日はありがとう。イエーイ。あ、待って待って、手あげたら今日は双子の妹アサに伝えたいことがある。一緒にテレビを見ているとき、テレビにゴリラが映ったらゆらゴリって言うのやめろ。あと、やめろって言ってるのにさらに連動するのやめろ。ありがとう。ありがとうじゃねえだよ。だって恋だかと思ったから仕方ないじゃん。うるせー。今日はアナコに伝えたいことがあります。なーにー？いつも面白いので面白くなる方法を教えてください。ちょっと待っとけー。走り方走り方走り方でかっ。どうしよう。ありがとうみゆちゃん。あれはみゆちゃんに言いたいことがある。なーに？面白くなる秘訣は努力。一発ギャグ。これで変わせよ。一発ギャグ技。あー、今日は何の髪型にしようかな。ポニーテール、ツインテール、ピカチュウのアイアンテール、ピカチュウのアイアンテール、ピカチュウのアイアンテール。5年生のみやこです。今日は太郎社長に伝えたいことがあります。なーにー？動画で下ネタばっか言うのやめてください。はい。
まず覚えて。俺からも言いたいことがある。なーに。お母さんごめんなさい。ほどほどにお願いします。気をつけます。バナナ、バナナ、バナナ、バナナ。5年生のいろはです。今日はこたつくんに言いたいことがある。なーに。今日初めて会えると思ってたのに。何休んでんねん。楽しみにしててんぞ。イエーイ。5年のりなです。今日はホワイトに伝えたいことがあります。私の夢はユーチューバーになることです。ホワイトのことを尊敬しています。ユーチューバーの登録者が1万人いったらユニバでコラボしてください。ちょっと待ってて。ありがとう。俺たちホワイトからも言いたいことがある。なあ、1万人いったら絶対コラボしようね。イエーイ。今日はみんな一緒に遊んでくれてありがとう。イエーイ。これからもホワイト見てくれるかな。もちろん。の学校のみんな、今日遊んでくれてありがとう。僕たちホワイトが皆さんの学校に遊びに行くかもしれません。今日はホワイトと遊んでくれてありがとう。次の学校へ。